塩首岬の位置、塩首岬は北海道亀田半島最南端の岬である。函館市塩首町に属する。付近は海岸段丘が発達しており、西には函館山、東には江山を望む景勝地。江山道立自然公園の一部、塩首の由来はアイヌ語の尻っぽく。亀田半島最南端の岬で、北海道の中では最も本州に近く。 津軽海峡を隔てた対岸の大間崎までは約1 7 5トル離れている。晴れた日には対岸の大間町の街並みが見える。岬の付近には潮首岬南小島がある。これは2009年に総合海洋政策本部が策定した海洋管理のための離島の保全、管理のあり方に関する基本方針にのっとり、2014年に 日本の領海の起点になる離島として名付けられた無人島の一つ。ただし2018年に対岸の陸地にて護岸工事を行った影響で消失した可能性があり、2021年2月現在、日本政府が島の存在を明確に確認できない状態にある。沖は津島海流から分かれた津軽乱流が流れ、親潮とぶつかり合い、特に 中の潮と呼ぶ海峡中央部の潮筋は複雑な潮流や海上気象を生んでいる。海難対策で松前武行は1808年に放火台を設置するほどである。潮首灯台直下に残るコンクリートアーチ橋未成線である都井線のコンクリート造り八連アーチ橋、潮首三崎第一立橋が残っている。都線は函館本線の五稜郭駅から分岐して、 トイの津軽要塞までを結ぶ予定であった路線である。トイ線のアーチ端後方の海岸段球上に、塩首三崎灯台があり、三崎の頂上には、極超短波無線中継所が置かれている。ありがとうございます。